アクトリング、それはバトルシーンにプロレス技を取り入れたアクションエンターテインメント、アクションリングガールズの通称。そしてあらゆる世界の物語が集いし場所。手にしたもののどんな願いも叶えると言われている三種の神器を持って、その願いをつかむために彼女たちは戦う。今からご紹介するのは、そんなアクトリングに集いし物語の一つ。さあみんな、出番だよ。今日も頑張ろう。私、まだちょっと怖い。スノー、まだそんなこと言ってるのか？だって平気だよ。私たちは一人じゃないし、今度は力を合わせて戦おう。それに私たちには魔法がある。まだまだ全然弱い魔法しか使えないけどね。ティーティー、弱いって言うな。でも本当のことじゃない？これから強くなるんだよ。私たちにはその素質があるんだから。そうだよね、ユニ。確かに君たちはまだ弱い。でも戦いに勝ってスターを手に入れることで強くなる。魔法も君たち自身も。そのために君たちは僕と契約したんだ。真の魔導士を目指すために。分かってるよ、分かってるけど、今度の対戦相手はなんだか怖そう。大丈夫だって、私がガツンとやってやるから。まだココットが戦うって決まったわけじゃないのに。そうだけど、私たちでガツンとやるんだね、スノー。うん、頑張る。何でもいいけど早く行けば。ここで話してても何も始まらないわよ。みんなで頑張ろうね。よーし、行こうみんな。そう、きっと君たちはなれる、真の魔導士に。僕はあの日そう確信したんだよ。ここは魔法国イディナローク。その名の通り、魔法を扱える者たちが暮らす国。とは言っても、誰もが強大な魔法スキルを持つわけではない。だから、魔法力の強い者、魔法スキルを高めたい者たちは魔法学校に通う。そしてその力を役立てるために、魔導士として職務に当たるのだ。ユニ様。ついてきたのか、オルタ。どうして魔法学校に？今はこんなところで遊んでいる時間は。分かってるさ。なんせこの魔法国を作り上げた神が不在なんだからね。不在ならばいいのですが。消滅。なぜ消えたかは定かではないが、もし本当にあの方が消滅したのであれば。はい、この光の均衡は崩れ、いずれこの国は闇に覆われる。そもそも一人の魔導士によってこの国の光が保たれ続けていたということ自体が問題なんだよ。この国はこのままじゃいけない。そうは思わないか？だとしても今できることは。お戻りください、ユニ様。神の生み出した守護獣であるあなたの魔法力が今必要です。あの方の代わりはマナ弟子である君たちにもできるだろう。ですが、恥ずかしながら私たちの力にも限界が。永遠にとは言っていない。しばらくの間持ちこたえておくれよ、この国の未来のために。一体何を？静かに。見つけた、彼女たちだ。あれは魔法学校の生徒ですか？特別強い力は感じませんが。まあ黙って見ててよ、面白いものが見られるはずだ。ねえ、これ何の時間？先生から教えてもらった紙相撲よ。それは知ってるわよ。魔法力を集中させる練習でしょ。それぞれの紙人形に魔法を宿して戦うの。そう、魔法で人形を動かして相手を押し出した方が勝ち。
私が聞きたいのは、それをどうしてこんなに長時間ただ睨み合ってやってるかってこと。それはね、この前この紙相撲をやった時にさ、何か不思議な光が見えたって言うんだよ、スノーが。そうなの、スノー。あ、うん、この前もみんなで紙相撲で魔法の練習したでしょ。あの時になんかキラーって、すっごく綺麗だったからまた見れたらいいなって思ってたんだけど、なかなか光らないな。どうやったら光るんだろう。その光は確かに見たいけど集中力持たないよ。ごめんね、みんな、私の見間違いだったかも。そんなことないよ、一度できたんだからやれば絶対できるってね。いつもみたいにココットが燃えちゃって。だからってやみくもにやったってできないでしょ。大丈夫だって。あー、でももう眠い。集中力の限界、ごめんね、スノー。ううん、私こそごめん。スノーが謝ることないわよ、やりたくてやってるんだから。それじゃあこの前どんな風にやったかもう一回ちゃんと確認してやってみようよ。今日はそれでおしまい。いいよね、ココット。わかったよ。どんなだったかもう一度説明して、スノー。うん、紙相撲をしてたのは私とティティだよな。スノーが説明してるんだからココットが口出さないでよ。私はスノーが言ってたことを。はいはい、スノーの話を聞こう。ココットとティティが対戦してて、そしたらティティがちょっと飽きちゃって、ココットがやる気出せって怒って。ここまでデフォルト展開ね。あ、待って、少し思い出したかも。ココットが怒って机叩いたから紙人形が落ちちゃったんだ。正確には落っこちそうになったんだけど、その時たまたま風が。そうだ、風が急に吹いて紙人形が風に舞って、なんかとっさに紙人形落としたくないなって。そうだわ、みんなで紙人形落とさないように。紙人形に魔法をかけた。みんなで一緒に。オルタ、風を。え、はい。あ、あ、ちょっと紙人形が落ちちゃう。あ、これこの光だ。みんなにも。うん、見えた。何これ、すごい。なんで光が出るんだろう。魔法の力が重なったから。不思議な光の色だったね。何にしてもすごい。もう一回、もう一回やってみよう。ね、面白いものが見れただろう。あの光は、彼女たちはまだまだ未熟。こんな力があるとは。その通り。実際光が見えたのは一瞬だけだ。でもこれは大いなる可能性。あの一瞬の光がこの国の光になるかもしれない。あの子たちがこの国の。彼女たちの力は一人ずつではとても小さい。でもその力が合わされば大きな光にもなる。言ったろ、この国は変わらなきゃいけないんだ。一人が守る国ではなく、みんなで作る国に。あなたは彼女たちに何を。育てるんだ、彼女たちを真の魔導士に。さあ、それじゃあ彼女たちのところに行ってくるよ。今日はスカウトに来たんだから、こういうのは登場が大事なんだ。最高のタイミングで最高の夢を見せる。そういう時に魔法は一番力を発揮する。まあ見ててよ、この国の未来のため。これは僕の魔法少女育成計画だ。やあ君たち。あなたは誰？君たちに適性があると判断した。
僕と契約して真の魔導士を目指してほしいんだ。知性を武器に氷魔法を発動、スタマジの戦士的メンタル少女スノーホワイト。私にちゃんとできるかな。愛の力で炎魔法を発動、スタマジのエンジン全開少女ココットハート。できるかじゃなくてやるんだよ。希望を武器に光魔法を発動、スタマジの笑顔をはじけるビタミン少女ティティミエル。それに私たちには魔法がある。麗しさを武器に毒魔法を発動、スタマジの魅惑あふれるツンデレ少女ドロシームーン。まあ素質があるっていうなら私は目指してみてもいいかなって。癒しを武器に自然魔法を発動、スタマジのおっとり天然ミネラル少女ルルリーフ。みんなで一緒に頑張ろうね。僕と契約して真の魔導士を目指さないか。スタマジの絶対的守護獣ユニ。さあみんな出番だよ。魔法少女育成計画スターマジカルプロジェクト。天の村雲の剣、八田の鏡、八坂にの勾玉、三種の神器は果たして誰の手に収まるのか。それぞれの思いが交錯し激しく火花を舞い散らす。まだ物語は始まったばかり。アクションシーンにプロレスを取り入れたフルコンタクトアクションのエンターテインメント舞台アクトリング。彼女たちの勇姿をぜひご覧あれ。